乳食は赤ちゃんの成長によって母乳や育児用ミルクだけでは不足してくるエネルギーや栄養素を補うために少しずつ幼児食に変えていく過程のことです。離乳食を進めていく中で飲み込む力、噛む力、消化する力を身につけていきます。離乳食を始める目安です。1. 首がしっかり座る。 2. 5秒程度座ることができる。 3. スプーンを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる。 4. 食べ物に興味を持ち食べたそうにする。生後5ヶ月から6ヶ月頃になりますが、成長には個人差がありますので赤ちゃんの様子を見ながら開始しましょう。離乳食用グッズがあると便利ですが、身近にあるものでも代用できます。また離乳食は量が少ないので多めに作って冷凍しておくと毎日の負担が減らせます。使用するスプーンの一例です。赤ちゃんの成長に合わせてスプーンの深さや大きさを変えていくと良いでしょう。離乳食を始める前に果汁やイオン飲料などを与えることに栄養学的な意義は認められていません。また蜂蜜は乳児ボツリヌス症を引き起こすリスクがあるため、1歳を過ぎるまで与えないようにしましょう。